読みます。一緒に勉強しましょう。分かった分かった。もうミニマム30分だ。你想講嘅後台係咪播電影嗰個位啊？定還是有第二個位係講緊後台咧？7行ぐらいしかいなくて。
5分経って7行ほんと本読めなくなった。
量が少ないです。
政府系 で生活維持省っていうところは要はなんか国民をコンピューターで、まあ、ある意味平等に適当に選んで、で誰の命を奪うかみたいな、そういう省が将来できていて、だから人口の人口統制とかがうまくできているので、犯罪とか、何もないなんか安全 なんか食料とか土地とかが全ての人に行き渡る、すごく快適な社会を実現するみたいな、ちょっとすごいこうディストピアみたいな世界 でその担当者の人が上司からカードを渡されて、でそれで選ん でそのなんか順番に回っていって、光線銃で一人一人殺していくみたいな。 でもある日その担当者の人がカードを見たら、そしたらそれはなんか自分の名前が書いてあって、で同僚にじゃあなんかその近くのなんか河原のところがいいなって言って、そこで殺してもらうって、超ディストピアな、ちょっと鳥肌立ちました。おすすめです。